さん、盛大な拍手をください。ライオンズクラシック2010、1973年から76年のわずか4年間を駆け抜けた赤い旋風、太平洋クラブライオンズがここに復活。本日ユニフォームを着用してくれたのは中島博之選手、そして栗山巧選手です。皆様、今一度拍手をお願いいたします。赤が貴重の今回のユニフォーム、袖を通してみてですね、感想はいかがでしょうか。あの、僕個人も赤色が好きなんで、あの着てる感じもいいかなと思います。あの日にはこの西武ドーム真っ赤にしたいですよね。あのこのユニフォームを着るときは、あの球場を赤色に染めてください。はい、続いて栗山選手。はい、太平洋クラブライオンズというと私もそうなんですが、皆さんあんまりあの詳しくない方も多いと思います。栗山選手はその辺いかがでしょうか。そうですね、あの僕が生まれる10年ぐらい前の、はい、あの球団のユニフォームなんで、ですね、当時はやっぱり球団の存続も危うかったらしいんです、時代みたい で、うん、でその中でも今回は、8種類あるうちの1つ、そうそう、最も希少性の高いレアなユニフォームなんで、うまいな、いやいや持ってるな。ですんで、まあ、このライオンズクラシックを機会に、うん、僕も太平洋時代を勉強したいなと思ってます。幻のユニフォームとも言われてますからね。そうですね、これをぜひ真っ赤に染めていただきたいと思います。はい、ユニフォームのデザインですけども、中島選手いかがですか。どういう風に感じてもらえるかわからないですけどね、どうですか。かっこいいらしい。もっとかっこいいらしいですね。どうですか斬新ですよね、やっぱりね、このユニフォーム ね、はい、今本当見るとすごいかっこいいですよね。昔って感じしないですね。昔って感じしないです ね、はい、これですね、クラシックです。明日はぜひバンバン嬉しいです。これ手を挙げよう。いいですね、ガッツポーズ。みんないいですか。